武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の数学について話していきたいと思います。医学部、医学科の数学ですね。時間が120分で大問が6題、新課程では出題されています。旧課程の時は大問4題という形になっていました。で、記述問題が中心の構成となっており、まあ、かなり問題がいろんな、ジャンルが出てくる、まあ、答えだけ書くようなものもあれば、まあ、オール、記述論述の形もあるという形ですね。で、問題、に関してはですね、結構その難易度の幅が年度によって大きかったりして、特に2015年は非常に数学の難易度が高く、まあ、大幅に平均点も下がっているようなことがありました。まあ、そういったこともあるという以上はですね、かなりその問題の取捨選択が、重要になってきます。要は解ける問題は確実に解ききる、さらにその解ける問題を見極める能力っていう部分をしっかり鍛えていく必要があると。問題の難易度に関して一見すると結構大変そうだなっていう問題が割と多いので、標準問題だけ対応できるだけではかなり、解ける問題が少なくなってしまうかなと思いますので、基本総計レベルまではやっておいた方がいいでしょう。マーチレベルでも解けない問題がないことはないんですが、それだけだと手をつけられる問題がどうしても減ってしまったり、その実は解き方さえ分かればそこまで難しくなくても、まあ、最初の時点で戸惑ってしまって、結局手が動かないまま終わってしまうみたいなケースが起こりやすくなっていますので、まあ、最初のハードルを踏み越えるという意味で、総計レベルなど、まあ、最悪全部が完璧になってなくても一回触れておいて、そこの考え方なり、を学んでおいた方が、いいかとは思います。で、問題の難易度というのは単純に計算が複雑、だったりするだけではなくて、割と思考力を問うような問題、も出てきて、また証明問題も割と特に2016年では多く、取材されておりましたので、証明の練習もしっかりやっておきましょう。まあ、なのでその問題見た瞬間、この問題はいけそうだ、この問題はちょっと手がかかりそうだ、この問題は無理そうだっていう判断をですね、早めに下して、で解けそうな問題から順番に解いていって、ちゃんとそこで点数を稼ぐという練習をですね、心がけるようにしてください。以上が数学の勉強となります。